まあ、そんな悪い内容じゃなかったんで、うん、まあ、前向きに捉えてます。まあ、負けると、ね、どうしても、まあ、厳しい見方されるし、自分たちも、ね、そう思ってしまうし、特にこういう位置にいる大宮相手、まあ、勝たなきゃいけないというのはもちろんですけれども、まあ、ああいう展開で、まあ、自分たち同点追いついて、まあ、逆転までもう一歩っていうところまで、ね、いけたのはね、前向きに捉えて、まあ、今の自分たちの力っていうのはね、まあ、逆転する力はないのかもしれない。でも、チャレンジし続けること大事だと思うんで、まあ、それは今日サポーターに見せられたと思うし、まあ、これが次につながると思ってます。